タイ文学とはタイ語とタイ文字で表現した文学及び、それを研究、分析することを指す。ここでは主に、太陽国の中央部などにおける小体族の文学、及びそれの系統を受け継ぐ現代文学のみを取り扱うこととし、同じ体系民族の文学である、現在のラオスを中心に発達したラオス文学、ラアンナー太陽朝を中心に発達した、 ラーナー文学は説明しないこととする。スコー太イ朝時代の文学はラームカムヘーン大王秘文に始まると言われる。これはスコータイの王ラームカムヘーンが学者を動員して書かせたものであるが、初めてタイ文字が使われ、簡単な言葉で自然と因が踏まれた作品である。他にラームカムヘーンによる作品としてプラルワンキン編集などがある。 理太陽の時代王自身の手によるとされる三外論、ノッパラートによる助感心得などがある。アユタヤ王朝初期にはバラモン教の影響を受けた王権思想が導入され、ラーチャサップというサンスクリット語やクメール語の借用語の多い言葉が王宮内で使われ出した。一方パーリ語なども神ザブ仏教を通じて広まりを見せていた。そのためこれらの文学には、 サンスクリットイコールパーリン語、クメール語由来の言葉などが多用され、タイ文学を大いに豊かなものにした反面で、義務教育が十分に普及していなかった時代であった。ため、王族や高官による文学の独占という弊害も生んだ。アユタヤ王朝初期の文学として、ラーマーキボーディ一水のよる文、オーンカンチェインナムが挙げられる。これは、管理が、 王に忠誠を誓うときに唱えられる誓いの文章でバラモン教的儀式の色彩を色濃く残した作品である。トライローカナート王時代の作品にリリット・イ・ワンパー・イがある。これはトライローカナートがラーンナー対討伐時における勝利を記念して描かれたものである。ラーマティ・ボーディ一世の言文及びリリット・イ・ワンパー・イはどちらもバラモン教に基づいた王権の正当性を 強調するものでこのような作品が非常に多く作られた。一方で、トライローカナートの時代や、ソンタム王の時代に、タイ語でマハヤチャートと称する本生計を題材とした作品も多く作られた。これは、スコー・太陽王朝後期に導入されたタンマラーチャーの思想が、アユタヤ王朝に入っても続いたため、その思想、王は、ブッダの生まれ変わりであり、 仏教徒であるという概念に基づき、王権を強化するために書かれたものである。一方、リリット・プラローという現在のプレウ県の地元の伝承をもとに、国王に捧げるために書かれた文学が現れた。これは、一人の王子と二人の女王の秘伝物語で、あり、王権思想、宗教思想と大きく結びついた作品とは少し、趣きをことにするものである。これは後に、 欧米の文化が流入すると、タイのロミオとジュリエットと呼ばれ、古典文学の最高傑作の一つに祭り上げられた。アユタヤ王朝後期、ナーラーイ王の時代には、内政が安定し、フランスと施設が交わされるなど貿易が発展し、結果文学も発展を見せた。王室には、シープラートなどの詩人が主観し、ナーラーイ自身も著作を行った。 ナーラーインの携わった作品には本生計に取材したサムタコートカムチャン、チンガマーニー、スワコーカムチャンなどがある。シープラートはナーラーインに才能を認められながらも、その行動の奔放さのため放浪の浮き目を見た詩人であるが、マハーバーラタに取材したアルニトカムチャンやナコーンシータンマラートへ流された時に歌ったシープラートカムスワンなどがある。 この時代の他の作家による作品に、プラシー,マーソ法トによる一般市民の生活を描いたカープフォークローン、フランスへの外交施設であったチャオプラヤー・コーサーパーンによるコーサーパーンの日記などがある。ナーラー・イオーの死後は、正常不安により一時文学は衰えるが、ボール・マコート・王の時代には、タンマティベート・シンノーによるカープ・ヘールアなどが生まれ文学が一時的に発展した。 1767年のアユタヤ陥落では、ビルマコンバウン王朝の破壊を受け、その文学作品が多数消失した。現在残っている作品でもこのために一部が欠けていたりしている。これは対文学史上非常に大きな打撃であった。そのため、トンブリー王朝以降、歴代の王たちは急ピッチで失われた文学の整備を行うことになる。トンブリー王朝のタークシンは、 ラーマーヤナのタイ版とも言われる、ラーマ記縁の編纂を行う。この作業は、タークシンの処刑とともに、チャクリー王朝のラーマ一世に受け継がれ、学者などを動員して完成された。この作業時には、タイの説話なども取り入れられ、インドのバールミキ版とは筋は似通っているものの、全く別の趣きを持つ文学作品に仕上がり、文学の典型として、近代文学でも、 頻繁に引用されるほか、絵画、ラコーンなどに大きな影響を及ぼした。ラーマ二世、ラーマ三世の時代にはこの形式の長ったらしい、定型の女子詩が大いに流星を極めた。特にラーマ二世においては、世界で最も優れた詩人の一人とも言われることの、ある、スントーンプーが現れた。スントーンプーは代表作であり、一人の手による詩としては、 世界最長とも言われる画族混交体のプラ・アパイマニーを創作。ラーマ二世、三世と共に、クンチャーンクン庭園を共作した。ラーマ二世は、ジャワのパンジー物語をもとに、イナオなどを著作。また、サントーン、クライトーンなどの現在でも古典的名作として取り上げられる著作を残した。前日と、やや時代が前後するが三分の発達は、ラーマ1世時代に、 管理のビルマコンバウン王朝の侵略に備えて、士気を高めるためにチャオプラやアップラクランを編集長とする翻訳グループによって書かれたサームコック、ラーチャーティラートなどの中世の家来を描いた翻訳作品が挙げられる。これがタイの近代的な三文文学の明け物となった。特にサームコックは文体の拡張の高さとその文体の平易さから現代タイ語の書き言葉の 模範となっている。ラーチャ・ティーラーとは三分であるが、古語を多用している。一方で、タイの近代的な文学の発展、普及を促進した、印刷技術は1836年に、宣教師によって、モーゼの重会や賛美歌などが印刷されたことに始まる。1865年には宣教師であり、医師であったブラッドレーが、本格的な印刷所を設置し、ロンドンに、 外交員と共に通訳として滞在したモーム、ラー朝体のロンドン滞在日記、ニラーとロンドンの半券を400バーツで買収し、印刷を開始した。これはタイにおける文学作品の最初の商業出版であり、最初に著作権が主張された作品であった。1870年には前述のプラ・パイマニーが印刷されたい、最初のベストセラーとなった。一方新聞が、 中流階級を中心に普及すると前述、サームコックが連載され好評を得たため、新聞業界では中国の塔、新代の三文小説が競って翻訳された。ラーマ五世の時代には文化的に脱アニュー王の傾向が好まれ、文学もその方向で発展した。まず、大きな影響を与えたのが、地よ、人よ物語、イソップ物語に見られる短編の翻訳である。 また名腕は、イギリス女流作家、マリー・コレリーの小説、バンデッタの翻訳作品、復讐を書いた。これはタイ語における、最初の現代的長編小説とみなされている。この後、長編小説を暇つぶしに読む習慣が、上流階級を中心に定着し、タイにおける、長編小説需要の基礎を築いた。一方でクルーリアムによる、前日、復讐を客色した。 作品、復讐にあらずに代表されるような西洋の作品の間骨だった絵が現れるまでに至った。しかしながら、タイ人による独自の文学作品を作ろうという動きも見られた。ピチッとプリーチャー高音神脳による作品に、彼の創員での生活を描いた、思えば、楽しなどの楽天的な作品や悲劇、悲劇ものが多く、全体に現代文学的に見られる。 人間内面の葛藤や実生活に根ざした苦しみが描かれることは少なかった。一方で、ノーモソーのラム式部長官書官のように自分の息子に対して留学における忠告を書いたようなものもやや見られた。ラーマ6世は自らが文人であり、1915年には優れた文学を選び出し文芸を振興するためにシャム文芸協会を設立した。ラーマ世時代は、 言論の自由が大幅に許されなあらーい、ラーマ2世に続く文学の第3の黄金期とも言われている。ラーマ6世、自身200以上の著作を残しておりその中には、ベニスの商人、ロミオとジュリエット、お気に召すままなどの翻訳作品、東洋のユダヤ人、太陽目覚めよ、などの愛国的エッセイ、舞踊劇、真っタナパーターなどがあり、興味深いところでは、 英文小説であるが、日本女性をモデルにした、お花さんなどがある。短編小説では、ナラーティップ・プラパン・シンノーによる、蝶々夫人の翻訳小説、その形式をもとにした、消えた首飾りなどがあり、発展を見せた。試作では、陰文、三文ともに数多く作られた。特筆すべきものとして、クルーテープの社会問題に言及した試作などが、挙げられる。 ラーマ7世の時代にも、ラーマ6世時代の傾向が見られたが、義務教育を受けた世代が生産の中心となっていた時期でもあり、文学はより民衆的になり自然なシチュエーションを好むようになった。この頃に登場した重要な作家に、ドークマイソット、アーカート・ダムクーン・ラピー・パット、シー・プラートが挙げられる。立憲革命後、作家たちはより自然なシチュエーションを描くようになり、 ラーマ6世時代の西洋の模倣文学の域を達した。一方でサッカー扱う対象が分かれてきた。ドークマイソットは過去に対する憧れを描いたものや反対にシーブーラバーの絵の裏、名アノンのように旧体制を批判したもの、コースラーンかナーンのような低所得者を描いたものである。特にこの時代は本当の意味での現代文学の方がが見られた時代とされる。 第二次世界大戦には、ブレーク・ピブンソン・クラームによるラッタニオムにより思想、表現の自由が制限され、文学界に暗い影を落とした。また戦時中の紙不足も、読者の文学離れを促進した。この中で、作家たちの一部は政府の官僚になり、難を避けたり、また、風刺小説が発達した。特に、ダーオ・ハーンによる、パッタヤーは、 タイで最初の風刺小説とされる。これに続いて、プライアーサーアッパイピパット、ニミットモンコンナワラット、ドークマイソットが風刺小説を発表した。一方で海外に逃げて自分を実現しようと奮闘する現実逃避の作品も見られた。これらには、セイニーサワポン、ソットクーラマローヒットなどの作家がいる。この時代、経済的にはインフレに見舞われており、 戦時中から続く神不足も以前深刻であったが、クワン、アパイオン、プリーディーパノムヨンなどを中心とする文明政権が誕生し一時的に文学は盛況を迎えた。この頃の文学者の表現手法にはいろいろなものがあるが代表的な分け方として、ドゥアンダオに大表されるような男女の身分の釣り合いが悪いが最終的に恋愛が成就するというもの。 シーブーラパー、アーカートダムクンのような外国を舞台にしたもの。ドークマイソット、コースラーンカナーンのように家庭内を描いたもの。ククリットプラーモートのように王族や王族を中心とした世界を描いたもの。ニミットモンコンナワラット、メイアノン、ソットクーラマローヒット、セイニーサワポンなどの理想を追求したもの。またナーイピー、チット、プーミサックなどの反政府的なものがいる。 サリット・タナラットが、総理大臣となると、ピブンソン・クラーム以上の独裁ぶりを発揮し議会を廃止し、激しい思想弾圧を行った。これにより作家は再び暗い時代を迎えることになった、反政府的な著作を行っていたナイピーは、密林に逃げ、ラオスで死亡。同じく反政府系のチット、プーミサックは、イーサーンの密林に逃げ込み政府軍に射殺された。シーブーラパーも、 共産主義者のレッテルを貼られ、北京に亡命し隠しした。この時ルワン・ウィチットワータ・カーンに代表されるような愛国作家以外はことごとく沈黙を守った。その後70年代初頭には、サリット政権を引き継いだ、タノーム政権に、陰りが、ルンマイと呼ばれる若手の鋭い社会批判を特徴とする作家たちが誕生した。これらには、スチャート・サワッシー、シーダー・オルアン、 ラーオカムホームなどがいる。このルンマイは、日本の小林滝次などのプロレタリア文学や、先行するナイピー、チット、プーミサック、セーニーサワポンなどの作家の影響も受けている。これらルンマイは、現行の社会に対して、満足を覚えていた、保守派の作家と激しく対立した。保守派の代表格であるトムヤンティーも、ルンマイの攻撃対象となった。 しかし1976年の軍事政権の巻き返しにおいて、彼らは密林に逃げ込むか、外国に逃亡するかの選択を迫られた。またこれとは別に70年代前後に、タイからの手紙の冒淡、その名はカーンなどのスワンリー・スコンターなどの作家も登場した。1980年代後半以後は、仏教書がブームとなり、北欧行の現代対語訳などが出版された。 ありがとうございます。